中島聡氏は、日本のコンピュータ技術者、IT エンジニア、起業家、ライター。早稲田大学大学院理工学研究科修了。税簿の創設者。アメリカ合衆国シアトル在住。学位は、工学修士、経営学修士。マイクロソフトで、Windows95、Windows98、インターネットエクスプローラー3.0、4.0の、 チーフアーキテクトなどを務めた。1960年、北海道で生まれ、生後3ヶ月よりずっと東京都で育つ。幼少期より、数学、科学に興味があり、将来の夢は科学者だった。早稲田大学高等学院入学直後に TK-80 を購入して以降、コンピュータの世界にのめり込んでいく。 高校2年時からアスキーにおいて記事執筆やソフトウェアの開発に携わっていき、スピード向上の課題解決にも貢献していった。早稲田大学理工学部電子通信学科進学後もアスキーでの仕事を続ける。大学3年時には日本のカナダドルソフトの草分け的存在であるキャンディを開発。父が建築家であり、カナダドルソフトを使っていたことがヒントとなる。 古川徹によれば、このソフトのヒットで、大学在学中に4年間で3億円ものロイヤリティを稼ぎ、マンションを購入したという。1985年に、早稲田大学大学院を卒業し、NTT に入社、武蔵野市の電気通信研究所に配属される。同研究所では3 2ビット c p u の設計などに関わっていたというが、1986年に、 マイクロソフトの日本法人が設立されると、代表取締役社長に就任する古川徹に直粗し MSKK に転職。Windows や OS2 の日本語化に携わった後、1989年に米国マイクロソフト本社に移る。Windows95、Windows98、インターネットエクスプローラー3.0、4.0のチーフアーキテクトを務めた。 2000年にマイクロソフトを退社し、短期間のベンチャーキャピタル勤務を経て、ウィエボリューションを設立。同社の CEO として、主に携帯電話上で新たなユーザーインターフェースを実現するというフレームワーク、ウィエンギネなどを開発する。2004年に同社が、スクウェアエニックスに数十億円で買収された後は、同社のチーフソフトウェアアーキテクト、最高技術責任者。2007年末に、 ウィエボリューションを MBO で買い戻した。2009年、ワシントン大学大学院経営学部、修士課程修了。2008年4月、ビッグキャンバス社を設立し、CEO に就任。iPhone 用ソフト開発に従事。2012年4月、退任。2012年1月、ニュー・ペン・ LLC を共同で設立。2015年5月、スワイプ社を設立。 CTO に就任。2016年2月、再び We Evolution の CEO に復帰。2017年に、著書、なぜ、あなたの仕事は終わらないのかスピードは、最強の武器であるで、第5回ブクログ大賞のビジネス部門大賞を受賞。2018年8月、夏の強しを、共同発起人として、NPO 法人、シンギュラリティソサイティを設立。ありがとうございます。